吉田さん、お疲れ様です。億万長者合宿のリレーが続くということで、まあ良かったなと思っております。実はですね、このリレーが吉田さんの負担になることは分かっているんですけども、ただですね、これをやりながらの方がドリームアカデミアの売り上げは高くなると私は思いますよね。吉田さんはやっぱりビジネスのプロですから、初心者の方と違ってですね、初心者の方は一点集中、これでいきましょう。でも吉田さんは一点集中プラスアルファいくつかやっても達成できると私はね思ってます。そのぐらいの力がある方だと思うんですよ。で、確かにね、一点集中の例を見せる、これはねすごく大事なことだと思います。初心者の方に一点集中して一点突破していく選択の集中というのはね、こういうカリキュラムもありましたんで、それを実行されている吉谷さんも私は大いに称えることができますけども、しかしですね、全てを継続しながら一点集中も同時にやっていく姿を見せることで、あ、吉谷さんすげえな、これだけのことをやり続けるんだと、あ、なるほど、力を傾けるものが決まっていても、でも今までやっていたものを続けるんだ、あ、これはすごいなというふうにね思わせることができると思うんですよ。そしてこの億万長者合宿のやり取りっていうのは、ドリームアカデミアを売るための補強教材になっている、無料コンテンツになっていると私は思います。同時にですね、速稼塾が自動的に売れるのもこの億万長者合宿をやってるからだと思うんですよね。この億万長者合宿のやり取りっていうのは、おそらくですね、世の中に出回っている情報商材よりも上級のレベルになると思います。世の中に出回っている情報商材は売るだけね、販売者が儲けるため、売ったらもう終わり、売るまでは一生懸命サポート、売ったらサポートがなくなる、こういったものになっています。私がやっている速稼塾とか吉谷さんのドリームアカデミーだっていうのは、売っても買っても買わなくても誰に対しても全力投球ですね。じゃあはっきり言ってね、入らなくてもええやないかってなるんですよ。そうなんですよ。ドリームアカデミアでも速稼塾でも、その塾に入ろうが入る前がですね、サービスを受けることができるんですよ。ただですね、それで平気なほどビジネスを志す人のマインドは低くないんですよね。いやー、これだけのことをやっといてただで持って帰るっていうのはできないなと、そういうふうな気持ちが育った方は儲けることができるんですよ。きちんと人を使ったらきちんと対価をお支払いする、自分の感じただけ払うと、そして感じる能力が低ければ安い金額のものに触れてしまいます。でもものすごくたくさんの価値を感じたら、ものすごくたくさんお返ししたくなるんですよね。この感覚ってのはビジネスのプロフェッショナルになっていけば本当によくわかると思うんですよ。1000円2000円をケチる人、そういう人に対しては多分ね、あんまりいいビジネスできないと思うんですよ。だからね、惜しみなく提供する、ギブアンドギブだっていう精神がここにも出てますよね。もはやギブアンドテイクの時代は終わり、ウィンウィンの時代も終わりました。私がずっとね、昔から言ってるように、もらえなくてもギブ、もうね、くれくれ精神にすらくれと言われないような、そんなねレベルではなくて、そんなケチなことじゃなくて、提供するのが当たり前、提供するのが楽しい、提供するために生きている、このぐらいのレベルにならないとやっぱりね、ビジネスっていうのはうまくいかないと思うんですよね。何かを分取るために、自分の利益のために、借金を返すために、それはある意味正直でいいでしょうけども、じゃあそういうふうなね、利己的な人にビジネスっていうのは全う伝えられるのかなっていうところは誰しも考えることだと思うんですよ。そうではなくて、自分の身を犠牲にしても誰かのために何かをしたいっていう人に人は感動して、そしてですね、速稼塾もしくはドリームアカデミーの門を叩くんではないかと思います。もちろんこれ誰にでもできることではありません。誰にでもすぐはできません。でもですね、明日はできるんじゃないか、いや明後日はできるんじゃないか、来年の今頃は、3年ぐらい経ったら自分にもっていうふうに希望を与え続けるために、私たちは無料コンテンツを送り続けます。億万長者合宿リメンバー、これはですね、2000話に迫ろうとしてます。想像できますか？儲けてもない人が1000も2000もやらない中で、儲けてる人は2000も3000も1万もやるわけですよ。でも私たちはまだまだ足りないと思ってます。目標動画投稿本数は100万本です。現在ですね、最も多く動画投稿しているアカウントは46万、これを私は確認してますけども、これは確かね、ガンダムの戦場の絆という、こういうコンテンツなんですよ。要するに、まあ、ゲームをした人が自動的にいろんな方がね、一つのアカウントに動画を放り込んでいくって形なんで、これは共同作品と言えます。でも私も吉谷さんもたった一人の自分のアカウント、そしてスタッフも使わず広告も使わず、たった一人でやってる、これに対してですね、100万本を挑戦しようっていうね、そんなもうね、頭のいかれたようなチャレンジをする人ってのは、多分私を除いたら吉谷さんしかいないし、吉谷さんを除いたら私しかいないんだと思います。そういう意味でこのね、どこまでも胴抜いた凡事徹底にお付き合いいただいている方、あなたもすごいです。あのね、私たちは伝えたい思いがあるんで続くんですよ。でも
ずっとですね、私たちの動画についてきてくださる方、少数かもしれませんけども、あなたはすごい。受信力がありすぎる。受け取り方がね、もうね、本当にいい意味で貪欲です。素晴らしいと思います。必ず成功すると思います。まあ、ですんでね、この年末年始に、ぜひね、速稼塾か、ドリームアカデミアを選んでいただきたいと思います。もう他のものは見る必要はありません。なぜなら、他のセールス、本当に貧弱です。そして私も吉谷さんも、他のセールスマンの方、個別では攻撃しませんけども、どんな人間かよく知っている人ばかりです。一部の人を除いて、本当に自分の欲得のために商品をわざわざ作り、その結果、云々ではなく、金をぶんどるためのものを作ってます。でも吉谷さん、未だにコンテンツ、プラスアルファしてますよ。何年やるんですかって話ですよね。そして、できない人にもちゃんと待つ。声をかけてもらうまでずっと待つ。辛抱強く待つ。これができる人でもありますし、私のですね、意地悪な動画にもきちんと真正面から答えて、必ずですね、一つの形を残してくれる人なんですよ。で、この年末にドリームアカデミア60万円になった金額からさらに20万上がるそうです。80万です。でもね、私はあえて言いますけども、80万になってから買った方がいいと思います。60万でその20万の差額をね、ケチって言った言い方悪いですけども、20万円の差額で躊躇している以上、1億円なんていかないですよ。60万だろうが、80万だろうが、100万だろうが、ただ同然です、これは。吉谷さんのコンテンツはただ同然です。相対的に無料です、こんなの。私もかつてね、吉谷さんがプロデュースした商品買いました。今の感想、ただ同然ですね。それを買ったから、そこに私がね、乗っかったから、どういう未来が来たのか。凄まじい未来です。当時、1円にもならなかった麻雀店、借金ばかり作る毎日の営業、従業員の信頼を失い、もう関係各所からは借金の、ね、催促しか来ない。そんなところから私は今、店がなくても、会社がなくても、仕事がなくても、こうやって毎日過ごさせてもらっている隠居生活を送らせていただいています。本当にありがたいことだと思います。そして私の速稼塾も今やもう1000人を超えてですね、世界14カ国にもう生徒さんがいらっしゃいます。こんなことが起きるわけなんですよ。たった1本の無料コンテンツ、吉谷さんのプロデュースした動画から私はここまで来ました。もちろん、吉谷さんが提供したもので、全員がそうなるとは限りません。私は吉谷さんと気があったんですよ。運が良かったですね。だからこそ切磋琢磨して、未だにこうしてやり取りが続いていると。でも、稼げてる人でも、吉谷さんにしろ、誰にしろ、ここまでね、やり取りをインターネットで続けられる方っていないですよ。最近はですね、立花隆さんとか、エラテンさんとかね、こういう方がいらっしゃいますけども、ついにですね、エラテンさんって方は活動を休止したんですよ。立花さんとのやり取り、まあ、あまりいいやり取りではなくて攻撃の試合だったと思いますけども、でも、ああいう人でさえ、あんな人気な YouTuber さん、エラテンさんでさえ、退場していくのが YouTube の世界であり、インターネットの世界です。さあ皆さん、できますか ?2019 年もう終わります。今までできなかった自分をできる自分にシフトチェンジするのは並大抵のことではないです。2020年、相当腹をくくって、もう今日からね、速稼塾なり、ドリームアカデミアに入ったつもりで、心底、掘り込んでいかないと、もうね、時間はないですよ。人生ってのはあっという間に終わっていきます。ぼーっとしてったらもうね、最後です。うん、本当に終わっていきます。私今47歳ですけども、それでももう遅かったと思いますね。うん、本当に遅かったと思います。でも、やっぱりね、今日やらないと明日はもっと遅くなるんですよ。ぜひね、この動画を見た後に、吉谷さんなり、私の方でもいいですし、メッセージを一発送ってみてください。そうすることによって、あなたの人生は大きく変わり始めます。大きく変わる人生の最初の小さな扉を開いてみてはいかがでしょうか。それでは本日は以上です。ありがとうございました。